ジャニーズタレント CM から消える異変。平野市要を含む多くの字。ジャニーズメンバーが契約終了。ジャニーズタレントの CM 出演からの撤退。日本の広告業界におけるジャニーズ事務所所属タレントの CM 出演が減少しているという異変が広がっています。 このトレンドの中で、平野仕様を含む多くのジャニーズメンバーが契約終了し、新たな CM キャラクターにとって変わられています。これにより、広告業界とジャニーズ事務所の関係が大きく変わりつつあります。本校では、この現象の背後にある要因とその影響について探ってみたいと思います。1。平野仕様の CM 契約終了。 話題の始まりは、元キングプリンスへのメンバーである平野潮が出演していた P&G のパブリンズのテレビ CM でした。この CM は、平野潮が熱血キャスター松岡修造と杉ちゃんと共演していたもので、視聴者からの指示を受けていました。 しかし、契約更新の行方が注目されていましたが、CM キャラクターは松岡修造と杉ちゃんに変わりました。広告代理店関係者は、これについて次のように語ります。P&G 社の選択潜在 CM には、生田東馬と菊池風馬が起用されています。なので、パブリーズも別のジャニーズタレントに変わるのではないか、と見られていました。 平野のジャニーズ対女報道後の今年3月から平野と松岡の新旧 CM キャラクターが共演していましたが外資系の同社としては平野の契約満了後ジャニーズ事務所とは再契約せず以前から契約していた松岡に戻すという伏線だったのでしょうこの出来事からジャニーズ事務所のタレントが CM から消える現象が徐々に明らかになってきました 2. 他の CM でもジャニーズタレントが姿を消す。パブリーズ CM だけでなく、他の CM でもジャニーズ事務所所属のタレントが姿を消すケースが増加しています。例えば、利権ビタミンの利権のノンオイルやセブンイレブンジャパン、池田も反動のかゆみ虫刺され薬、無比などがその例です。 さらに、資生堂も木村拓哉との契約を終了し、新たな CM にジャニーズタレントを起用しない方針を示しました。以前は、ジャニーズタレントが多くの CM に出演し、その存在感が広告業界において重要な要素とされていました。しかし、こうしたジャニーズタレントの撤退から、広告業界は大きな変化を迎えています。 ジャニーズ事務所との関係が見直される。ジャニーズタレントが CM から消える背後には、広告業界とジャニーズ事務所の関係が見直されている要因があります。過去数十年にわたり、ジャニーズ事務所のタレントは多くの CM で活躍し、商品の宣伝に欠かせない存在でした。しかし、最近のトレンドでは、この関係が変わりつつあります。4 消費者と株主の意向。ジャニーズタレントが CM に起用されることに対する一般消費者と株主の意向も影響しています。近年、社会的な問題や倫理的な懸念が浮上する中で、企業はそのイメージを守るために慎重な選択を迫られています。 ジャニーズ事務所に所属するタレントが関連する問題に巻き込まれると企業としての信頼性に影響を及ぼす可能性があります。そのため、ジャニーズタレントへの高額な契約料の支払いに対する疑念が高まっています。ジャニーズ事務所の CM 出演からの撤退が進行中、ジャニーズタレントが CM から消える現象は、 広告業界とジャニーズ事務所の関係に大きな影響を与えています。これまでのようにジャニーズタレントが CM に起用されることが当たり前ではなくなり、企業は消費者と株主の意向を考慮しながら広告戦略を検討する必要があります。ジャニーズ事務所のタレントは依然として一部の CM に出演していますが、 広告業界のジャニーズ離れは今後さらに進展する可能性が高いと言えるでしょう。企業は自社のブランドイメージを守るために CM キャラクターの選択に慎重になり社会的な問題に敏感に対応しなければなりません。ジャニーズ事務所と広告業界の関係がこれからどのように発展するのか注目が集まっています。